月のような美しさ、ナンバー、愛の平野修行が見せる新たな一面。おはようございます。皆さん、今日は、ナンバー、愛のグループから話題のメンバー、平野史洋に焦点を当ててみたいと思います。最近の、ゴートのティーザーでは、彼の可愛らしさやセンスだけでなく、新しい髪型や個性的なファッションにも注目が集まっています。では、なぜ彼が注目を集めるのでしょうかまず、 平野紫仕様の魅力は彼の外見から始まります。彼の新しい髪型は、鐘が混じった明るい銀で、目の上にかかっているとのこと。これはまるで月のようで、優しくて暖かく、同時にどこか冷たくて心地よいと形容されています。髪の色の変化は、彼の個性を引き立て、まるでおとぎ話から飛び出したような印象を与えています。 しかし、外見だけでなく、平野紫耀はグループのメンバーとの関係においても特筆すべき存在です。彼は非常に丁寧に接し、メンバーとの仲が良いことが伺えます。この仲の良さが、グループ全体の雰囲気に楽しさをもたらしているようです。さて、動画では平野紫耀が階段を上がる瞬間についても触れられていた。彼が階段を登るときに漂っていた緊張と期待は何だったのでしょうか 当時は多くのファンが興奮したことでしょう。ペンギンみたいに愛らしくくるくる回りました。幸いなことに彼は大丈夫で、無事に階段を登ることができました。それだけで私は彼をとても愛らしく感じます。私は彼のこのシーンが一番笑います。そんな中、話は途中から彼が入ってきた時の状況の話になった。みんなは嬉しそうに彼を迎えましたかそれがファンや視聴者に与えた影響と、 彼がどう対処したかを考えるのは興味深いことです。みんなで楽しくおしゃべりしながら冷蔵庫へ向かいました。誰に対してもフレンドリーで思いやりのある彼の態度にとても感銘を受けました。彼の話し方からは彼らが普段の友人として非常に良好な関係を築いていることがわかります。不思議なキラキラした星という感じではないです。どんな瞬間にも新しい発見がある。それがナンバー。 愛の平野仕様の魅力の一端かもしれません。ぜひ、あなたの意見や感想をコメントでシェアしてくださいね。